復興事業者の支援を目的に県が能登里山空港に整備した仮設飲食店街のと森、輪島市や穴水町、鹿町から和食や中華など6つの店舗が出店していて、火災で焼失した輪島朝市の中華料理店も10ヶ月ぶりに復活しました。昨日はオープンと同時に全国から来た応援職員や災害ボランティアらが店を訪れ、温かい食事に舌鼓を打っていました。めっちゃうまいですこういうとこできて便利ですね。いろいろと食べれるので。仮設飲食店街は午前6時から午後10時までで常時100席以上確保しているということです。